この試合争奪戦となりました。ワンピー側チャンピオン、2P 側チャレンジャーベネッサ。本気の一戦になりそうだ。第1ラウンドが始まりました。バックチャージキック、さばいた、うまい。さあ、いやいや、一方的なミドルキックだけで攻める、強気で攻める。うわベネッサ、残り体力わずか。下 P から畳みかける、起き上がりの攻防、残り体力5、ここで KO。 まずは1本終わりましたが、 1P 側のプレイヤーですが、すごくガードが硬いですから、相手の攻め手を封じてましたよね。なるほど、これで安心しないで相手の出方を伺ってもいいでしょうね。そうですね、ダウン攻撃が決まる。バックチャージキック、下 B から、最大ダメージに近い、うまい。カウンターヒット、さらにヒット、終わった。セットカウントは1対1。ベネッサ1本取って追いついた。まだ分かりませんよ。第3ラウンドが始まりました。シャドウスライダー、これは届いていない。さばいた、うまい。投げが失敗、バックチャージキック、バックナクルストリーム、これがヒット、絶好調だ。肘投げていく、逃げられない、バックチャージキック、バックナックルストリーム、畳みかける、ナイス、ボーンクラッシュ、勝負あり。セットカウントは1対2。ベネッサ安心しているんじゃないでしょうか。大金星なるか。第4ラウンドスタート、ダウン攻撃が決まる。シャドウスライサー、ボーンクラッシュミドル、ミドルキック、一気に余裕ができたか。最終ラウンドまでもつれ込みましたね。第5ラウンドスタート、バックチャージキック、肘エルボーラッシュ、ダウン攻撃、シャドウスライサー、ボーンクラッシュミドル、ミドルキック、さばいた、肘投げ失敗、これもヒット、やったー。振り返ってみていかがですか。気持ちが伝わってくる試合でした。ベネッサ勝利しました。 We'll fight again.